パルパティーン議長は実はシスの暗黒教だった。あの善良な議長が暗黒のマスターだったなんて嘘だろ。しかもその正体を表した直後、ジェダイマスター3名を瞬殺する。皆さんこんにちは、ジャパンサイファイ SF 大好きの J です。皆さんこのシーンでこう思いませんでしたか？ジェダイマスター3人弱すぎねって。いくら映画の尺がないからって超強力なジェダイマスター3人が瞬殺されるのはありえない。でも実はこのシーンには隠された秘密があるんです。この動画ではこの一瞬で何が起きていたか詳しく説明します。このシーンがいかに衝撃的だったかは、まず殺されたジェダイマスター3人を詳しく知ることから始めましょう。まず一番最初に倒されたのはエージェン・コーラー、惑星コルサント出身のサブラク人ジェダイマスター。ジェダイカウンシルのメンバーであるコーラーはライトセーバーデュエルのスペシャリスト。決闘では動きの速さに定評があり、相手と議論する先にまず切りかかる直情的なジェダイです。まさにオビワンとは正反対ですね。ライトセーバースキルだけではなく、元より議長を怪しんでいたメンバーの一人で、彼の意見はメイス・ウィンドゥも重宝するほどの優秀なジェダイマスター。彼は第一次ジオノーシス戦でクローンが救援に駆けつけるまでに生き残ったわずかなジェダイの一人で、高いライトセーバースキルの持ち主といえます。さらに彼のライトセーバーは青色と緑色の両方に変化させることが可能で、これは彼の亡きパダワンであるタン・ユスターから受け継いだもので、青と緑のセーバーを切り替えて戦うことができるデュエルのスペシャリスト、それがエージェン・コーラー。まあ最後はパルパにやられてしまったんですけどね。2番目に倒されたジェダイ、サシー・ティン。イクトッチ人の彼も同じくジェダイ最高評議会の一員でありジェダイマスター。無口で孤独な時代でパダワンは決して取らず、高い戦闘力を誇る孤高のジェダイ将軍だ。ティーンはクワイガンの良き友であり、クワイガンの葬儀に参加し、亡きクワイガンが望んだ奴隷の少年アナキン・スカイウォーカーをオビワンに訓練させることを実現させたジェダイマスターだ。ティーンもまた第一次ジオノーシス戦で生き延びた数少ないジェダイの一人で、ライトセーバースキルとパイロット能力に優れたジェダイだ。無口な時代だったが、彼の能力は高く、クローン戦争でもロラサユの戦い、モンカラの戦い、ウンバラの戦いに参加し、数々の戦闘で最前線で切り抜けた実力者だ。またフォースの力に加えてテレパス能力もあり、相手の心を読んだり未来を予見する力を持つ。だがパルパティにやられる未来は予測できなかったようだ。3番目に倒されたジェダイ、キッド・フィスト。ノートラン人のジェダイマスターでジェダイ最高評議会の一員だ。ジェダイカウンシルの中でも強力なジェダイの一人で、なんとグリーバス将軍との対決ではグリーバスを負かし、あと一歩でライトセーバーデュエルに勝つ寸前であった。さらにはヌート・ガンレイの捕獲など、クローン戦争の中で多大な戦功を残し、若いながらジェダイマスターとなった優秀なジェダイだ。第一次ジオノーシス戦にも参加し、包囲されながらも生き延び、クローン合流後は継続して戦闘するなど長期戦にも強い。ロラ・サユ、モンカラの戦いで活躍、あのメイス・ウィンドウをして優秀なライトセーバー使いと称されるほどで、フォーム1とフォーム4を融合させたスタイルで繰り出す、その実力はグリーバスを追い詰めたことから明白だ。フィスト将軍は優れたフォースの持ち主で、中でも特に物理的な衝撃を繰り出すフォースを得意とする。戦闘中に微笑むことで有名な時代だが、パルパティンと戦った際には笑顔を見せることなく倒れてしまった。そしてこの3人いずれも強力なジェダイマスター。パルパティン相手に持った秒数はパルパティンの跳躍からコーラーは3秒、ティーンは5秒、フィストは12秒と持たずして敗北。なぜ瞬殺されたか、この一瞬に答えがあります。皆さんこの叫び聞こえますか？そう、これは古のシスに伝わる暗黒の秘技、フォーススクリームです。直訳すればフォースの叫びであるこの技はシスにのみ使える技で、叫びに憎しみ、悲しみ、怒りを詰め込み周囲に解き放つ技です。この技は時に物理的な力を発揮することも可能で、エピソード3終盤のダース・ベイダーの叫びもフォーススクリームで周囲の物体を粉砕しています。フォーススクリームは憎しみをダークサイドの力で強化し、さらにそれを相手のメンタルに注ぎ込む技で、フォースの流れをかき乱し、相手の心に強制的に怒りと憎しみを注入、メンタルを破壊することができる強力な技です。パルパティンは開幕1秒でこの技を発動しながら、フォースジャンプによる回転をかけて一撃目でコーラーを撃破。
非常に高いライトセーバースキルを持つコーラーも開幕早々フォースを乱され、憎しみと恐怖を心に流し込まれ、全く反応できない状態で撃破されました。そして次に撃破されたティーンもメンタルを破壊され、パルパティーンが隙を見せるのに全く攻撃できない状態でバックスタブで刺されてあえなく撃破。フィストは強いフォース感能力を持つためある程度乱されずに済みましたが、完全に正常というわけにもいかず、2発パルパティーンと打ち合って3発目であえなく撃破されました。パルパティーンはフォーススクリームを開幕に使うことで4人のうち3人を完全に無力化。闇のフォース慣れしていないこの頃の時代は古代シスの秘技であるフォーススクリームにかなうはずもなく、ほとんど戦闘不能に追い込まれた状態で撃破されていったのです。決して映画の尺が足らずに雑に撃破したんじゃないですよ。この10秒足らずの戦闘にはパルパティーンの技術が詰め込まれており、何度も見返したくなる戦闘です。ではメイス・ウィンドゥはなぜこれに耐えることができたのか。答えはシンプル。ウィンドゥが使うライトセーバーの型、授業はライトサイドとダークサイドのバランスを取る技で、ウィンドゥはダークサイドの力にある程度の耐性があったから、パルパティーンのスクリームでやられることはなかったんですね。あの10秒の戦闘に込められた深いフォースのテクニックはどうでしたか？知らなかったという方はぜひ LIKE ボタンとチャンネル登録お願いいたします。このチャンネルでは他にもスターウォーズ好きでもあっと驚くような動画をたくさん用意しているので、ぜひ見てみてくださいね。このチャンネルではスターウォーズなどの SF 作品のディープなネタやキャラ、メカの解説、考察を行っています。スターウォーズ好きなら楽しめるディープな動画をたくさんご用意していますよ。今後もスターウォーズや他の SF 作品の最新情報や解説、考察を配信していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。Twitter もやっていますので、SF 情報トリビアお見逃しなく。それでは次の SF でお会いしましょう。